いくら抵抗しようと何も変わらない。お前たちに勝ち目はない。そろそろ消えてもらおうか。そこまでだってばよ。ナルト。いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。で、救援に来たってことは完成したのか？いえ、まだ5割程度です。けど、まあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。こっからは俺がやる。ちょっと待ってよナルト。あんた一人じゃ危険すぎるって。確かにな。この状況、今は5対1だ。危ない橋を渡る必要もない。カカシ先生。うん。確かにチームワークは大切だ。それは分かってる。でも今俺はその危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ、俺はいつまで経ってもガキのままだ。その橋を外すようなことはしないでくれ。ヤマト、お前はどうだ？カカシ先輩はまだ見てないですよね。以前のナルトとは。決まりだな。行け、ナルト。押す。てめえら暁は俺がぶっ潰してやる。任務開始。バカなやつだ。束になってかかれば勝機になったろ。てめえなんか俺一人で十分だ。九尾の人中力が相手だ。用心して損はないか。先生堂々勝負しやがれ。俺は用心深いたちでな。念には念を入れさせてもらう。それなら僕がナルトに加勢する。いや、今はナルトに近づかないであげてくれ。近づくと真実の巻き添えを食らうかもしれないからね。レベルの戦いなの。真実がうまく決まってくれればいいが、攻撃力は桁外れなんですけどね。結局ぶっつけ本番とはナルトらしいな。きっとめ。危ない。しかし自分から駆られに来るとはな。こんなとこで立ち止まってるわけにはいかねえんだ。目の前で好きにはさせねえってばよ。あっちは近接戦闘がメインか。ではあれで迎え撃つか。ここでは少し手狭だな。仕方ない。待ち上がれ。
俺は用心深いんでな。九尾の陣中力にはそれ相応の姿で挑んでる。姿が変わったからって関係ねえ。ぶっ飛ばしてやる。トラッカ変だ。どこを見ている。どこを見ている。遠距離型のスイッチだ。接近型のナルトにとって最悪ですね。資格をついて接近戦に持ち込むしかないか。トラッカ変弾。トラッカ変弾。後ろ。陣中力はイケゼリの鉄則。心臓を奪えないのが残念だ。心臓を奪う。俺はそうして生きながら初代ホカゲの時代からな。ノロマン。トラッカ。後ろ。なるほど、陣中力は化け物ぞろいということか。トラッカ変弾。トラッカ変弾。いつも立ち合い。当たれ。当たれ。勢いだけで俺を倒せると思うなよ、周囲のガキ。当たれ。当たれ。当たれ。やはりここで潰しておく。トラッカ変弾。トラッカ変弾。トラッカ変弾。どこを見ているほど陣中力は化け物ぞろいということか。トラッカ変弾。恐ろしいガキ。やはりここで潰しておく。勢いだけで俺を倒せることねえなよ、キュービのガキ。レプチューンの効果。獣め消えろ。何影分身だと。トラッカー。くっ取れ。よし。封筒、螺旋手裏剣。攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか。ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよ。なあサスケ。先輩、そろそろ。ああ、そろそろ世代交代の時代ってことか。